はい、こんにちは、ギタリストで音楽家の竹下敦です、本日ねご紹介するのはこちらの、グレコ製と思われる、レスポールです。ロゴはね、グレコと入っております。ペグはね、全部、ゴールドのギブセン製のものに交換いたしました。そしてね、こうヘッドのところ、これずっと面取りをねして、ゴールドのを入れました。これはね自分で加工しました。はい、とても一級でしょう。はい。でボディの方なんですが、艶消しですね。艶消しのサンバーストになってます。まあ今光の加減でね艶があるように見えると思いますが、このギターとても面白いのがね実は中空なんです。あのセミアコになってるんです。ちょっとね音面白いですから聞いてみてください。やっぱりねあの完全なセミアコともまた違うんですよね。当然レスポールなんでレスポールの音はするんですけど普通のレスポールと相当違うんですよ。こういう感じです。面白いでしょ。あのなかなか普通のレスポールでは出ないのでね、すごくあったかい音がするんです。まあただですねレスポールあったかい音がするんですけど、特にねやっぱりこの木のね木の鳴りがすごいんですよ。あのこれ今プラグ抜きますよ。プラグ抜いたとしてもこれだけ鳴るんです。これ生音で聞けると思うんですよ。いいでしょう。これだけね生で生音で鳴るってのはね皆さんにお届けできると思うんですけど、生でこれだけ鳴るんです。素晴らしい。これはあの友人からねあのいただいたものなんですが、今はね、弦は、アーニーボールとダダリオをちょっとミックスしてます。各弦にね割り振って、まあ、ちょっとどっちが合うかなと思って試してるんですが、最終的にはあのダダリオの10を張ろうかなと思ってるんですが、今ちょっとフレットの調子をね見たりするんで09張ってます。でアニーボールとねダダリオとどっち違うかなと思って試してみれてるんですが、どっちでもね意外といい音がしてるんですよ。フレットはかなり傷んでデコボコなんですが、結構こういう感じでねあのチョーキングしたりとかこうビブラートかけたりして鳴らしてあげれば結構綺麗になっちゃうもんです。ギターのそんなもんです。だいぶねあの弾いていくうちに音って良くなってくるんで、今かなりいい感じになってきてます。今日ねご紹介したのは
こちら、グレコ製と思われる、レスポールなんですが、非常にね、多分何年ものなのかな、ちょっと前のオーナーに聞いてみないと分からないんですが、結構傷はついてるんですけどね、音はいいですね。ネックの状態もすごくいいです。これはね、とっても大切に弾いていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。 See you soon です。